スティーブ・ジョンソンは、アメリカ・カリフォルニア州オレンジ出身の男子、プロテニス選手。ATP ツアーでは、シングルス4勝、ダブルス1勝がある。自己最高ランキングは、シングルス21位、ダブルス39位。身長188センチメートル、体重86キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。リオゴリン男子ダブルス銅メダリスト。父親は、 テニスコーチ、母親は数学の教授で3歳からテニスを始めた。大学に進学し、NCWA でのプレーを経て、卒業後の2012年にプロ転校。2015年全米オープンではサムクエリーとペアを組み出場。1回戦で第1シードのブライアン兄弟に7から6、5から7、6から3で勝利する。そのまま勝ち進み初の準決勝進出を果たした。 その後、エルステバンクオープンでは、自身初のツアー決勝に進出。決勝で、ダビド・フェレールに6・4・4・6・5・7で敗れた。2016年のノッティンガムオープンでは、決勝で、パブロ・クエバスを7から6・7から5で破り、ツアー初優勝を果たした。リオ・ゴリンではダブルスで、ジャック・ソックと組み、準決勝に進出。準決勝で、ルーマニアのメルジャ、 テカウ組に敗れるも、3位決定戦で、カナダのネスター、ポスピッシル組に6から2、6から4で勝利し、銅メダルを獲得した。またシングルスでも準々決勝に進出した。2017年、メンフィスオープンでシングルスはベスト8で終えたものの、ダブルスではライアン・ハリソン特組準優勝。全米男子、クレイコート選手権では準々決勝で、 第5シードフェルナンド・ベルダスコにストレートで勝利。準決勝で第1シードのソックにフルセットの末勝利。決勝ではトマス・ベルッシ氏を下しツアー2勝目を挙げる。2018年は全米男子、クレイコート選手権で2連覇を達成、テニス連動をオープンでも優勝し、ツアー4勝目を挙げる。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。